じゃあここでバイバイ。君はスミちゃん、俺カズヤ。っていうか可愛い。声もルックスも超絶美少女。聞いてねえぞ、こんな美少女が来るなんて。水原から聞いてる？人見知りの域を超えている。すごい、もうわかるぞ。コミュ障だ。会って30秒でコミュ障だとわかる。まあ緊張するような相手でもねえから、壁打ちの壁だと思って気楽にやってくれ。水原とはどれくらいの関係？遊び行ったりとかするの？顔の練習とかしてみる？え、どんだけ？へった！あ、いや、ごめん。下手っていうか、やっぱちょっとぎこちないっていうか。遠く見ちゃった。ひょっとしてボーリング始めて、マジかよ。ジェスチャー、喋れないのが嫌だってことか。そうか、自分でも直したくて。自分を変えようと一生懸命なんだな。なんとかしてやりてえけど、どうしたら。ちょっと俺飲み物を買ってくるわ。何がいい？よし、オカリ、オカリにしよう。かわいい、超若くなってる。ナンパ？スカート短いね。これ、キュロットスカートってやつ？中どうなっ…よう、スミ。行こう、スミ。その、ありが…え？喋った！ああ、いいよ。ごめん、あの人…カズヤ君に悪いこと。気にしてくれるなよ。 S 級美女連れて歩くのは慣れてっから。まだ時間あるけど下寄ってく？え？一歩前進かな。とりあえず休憩しよっか。え？食べていいの？っていうかめっちゃ照れてる。無理してる。これは付き合ってあげねえと野暮だよな。うん、うまい。いかん、こんなイタイケな少女相手に何を。俺はくっそ、マジで彼女欲しい。意外と頑固。でもやっぱり目がいい子なんだろうな。うちょなあ。だ、大丈夫？うわっ。ごめん。この距離で見るとやっぱりスミちゃん超。あなたは？あ、いや、この子は桜沢澄ちゃんって言って、この子はただの。澄ちゃん、めっちゃ彼女のふりしてくれてる。澄ちゃんありがとう。だけど今は違うんだ。今は彼女だと思われちゃまずいんだよ。こらステイステイステイだ。供給が需要をぶっちぎっている。ありがとう。え？ああ、いいよ。あんまり焦らなくていいんじゃないかな。え？こんな自分を受け入れてくれる人はきっといる。そう思えた時、勇気を出せるんじゃないかな。